車椅子ドラマー高則。皆さんこんばんちは、車椅子ドラマーの高則です。今回はですね、シェイクビートについてねやろうと思います。シェイクビートっていうのはですね、8分音符の裏にね、16分音符でね埋めるようなリズムなんですね。まずこれがね、譜面です。はい、これ一番シンプルなね、シェイクビートだと思うので一旦やってみようと思います。はい、聞けばね、なんかこうね、よく聞くようなリズムだと思いますね。よくね、ポップスとかね、ロックとかによくね使われてる、リズムなんですけども、ただ厄介なのがね、ドラムに関してはですね、いつもスネアってね、ハトと同時なんですけどね、スネア単体だったりするんで、ちょっとややこしいっちゃややこしいんでね、ちょっと今回ね、ゆっくりバージョンでやってみようと思います。はい、こんな感じでですね、スタンスタンっていうね、こう8分の裏にスネアが入ってるのが分かったと思います。まあ要はですね、8分の裏に16分入れるっていうのがね、シェイクビートの良さだったりするんでね、なんだみたいな、まあ僕ね、福島さんなんでね、なんだな感じでなので、なんだがね、まあスネアじゃなくても、ね、タムでもいいんですね。なので、最後にですね、ちょっとタムを使ったりとかね、まあ、シェイクビートを意識した感じでちょっとドラムで遊んでみようと思います。はい、というわけでね、今回はシェイクビートをやってみました。シェイクビートって言ってもね、もう8分の裏にこう16をね、裏で入れるような感じなんでね、様々なパターンがね、いろいろ使えると思います。はい、というわけでね、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ高則でした。おいじゃ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。